こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは河内大王ブランドストリート。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してサミーマーシャル花に立ちます。その後ろからはブランドストリート、この馬も上がっていく構えです。さらには河内大王8番コンサートスピリット、その後ろ先頭に戻りましょう。先手を取ったのはサミーマーシャル、10番河内大王2番手を追走。すぐ後ろにブランドストリート、コンサートスピリット、すぐ後ろ並んで14番ランドピール、シャトーウォン、すぐ後ろその隣にクリスザクラシック。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はサミーマーシャル、ビクタークーリー、ほとんど差がありません。コンサートスピリット3番手河内大王 E1、 鞍上のゴーサインに応えるか。サミーマーシャル先頭、差はほとんどない。2番手はビクタークーリー、あと 200m、 先頭はランドピール、サミーマーシャル必死に追いすがります。コンサートスピリット追いすがります。大外から一気にベリークリーク、ランドピール、ランドピール、1着2着は微妙です。勝ったのはランドピール、見事な勝利です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。どの馬が先頭に立つでしょうか。平成シルバー前に行きそうです。ジャスミンクロス、それに続いています。さらにはサンライフ帝王、10番サリウスキー、その後ろ鉄の戦国王。どうやら後方からの競馬では。前の方から見てみましょう。先手を取ったのはサンライフ帝王、赤の帽子、平成シルバー、その後ろその外からジャスミンクロス。この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。もう一度先頭から平成シルバー、先手を取りました。その外からジャスミンクロス、内からはサンライフ帝王、並んで10番サリウスキー、バブルミズーリ、この馬もこのグループジョージ大成、そのうちに続いています。その後ろにフラシャトル、黄色の帽子、月福王、その後ろアブクバポーロ、後ろからになりました。並んで5番マキバサイレント、京都シチー、この馬もこのグループ、しんがりから鉄の戦国王。各馬砂煙を上げてかけていきます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。サリウスキー、2番手はバブルミズーリ、ジャスミンクロス、3番手アブクマポーロ、 E1、 果たして先頭を捉えるか。後続も追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立った平成シルバー、サンライフ帝王先頭、あと 200m、 サンライフ帝王先頭だ。アブクマポーロ抜けた。2番手はサンライフ帝王、先頭はアブクマポーロ、1着でゴール。アブクマポーロ1着、2着はサンライフ帝王。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはアブクマポーロ。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのは岸あけぼの。残り 200m、 先頭は河内トリビュート。岸あけぼの必死に追いすがります。2番手は岸あけぼの。河内トリビュート1着、河内トリビュート完勝。河内トリビュート1着、2着は岸あけぼの。これが G1 馬だ。河内トリビュート。いよいよ今年の G1 もこのレースで終わりを迎えます。今年1年ターフを沸かせたスターホースたちが冬枯れの中山競馬場に集結。さあ日本競馬の総決算、夢のグランプリ有馬記念の発走です。さあ最後は大外枠の八島ソブリン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さて何が行くのでしょうか。前のトップガン前に行きそうです。続いて行くのがオレンジキャッスル、赤の帽子つくばシンフォニー、その後ろすぐ隣にスターマン、ロイヤルタッチすぐ後ろ緑の帽子グローブナンバー、その後ろその外から成田ブライアン、並んで7番マイネルブリッジ。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。では前の方から見てみましょう。大方の予想通り先頭に立ったのは前のトップガン、すぐ後ろにスターマン、並んで4番オレンジキャッスル、すぐ後ろにつくばシンフォニー、さらにはロイヤルタッチ、並んで12番成田ブライアン。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。1番人気の前のトップガン現在先頭を進んでいます。では前の方から、先頭は前のトップガン、短期の逃げに持ち込みたいところ。すぐ隣にオレンジキャッスル、その横にスターマン、つくばシンフォニー、それに続いていますロイヤルタッチ、すぐ後ろ並んで12番成田ブライアン、エアダブリン、そのうちに続いています。その後ろに桜キャンドル。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前は前のトップガンスターマン、ほとんど差がありません。前のトップガンこれはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。さあ先頭はスターマン、成田ブライアン続いています、オレンジキャッスル続いています、内からはつくばシンフォニー。さあいよいよ直線の攻防。ここで先頭に立った成田ブライアン、あと 200m 成田ブライアン余力は十分か。さらに引き離していきます。2番手は前のトップガン成田ブライアン、先頭だ成田ブライアン、1着成田ブライアン完勝、成田ブライアン1着、2着にはどうやら前のトップガン。今年最後の G1 もこの馬でした。宝塚記念に続いて春秋グランプリ制覇成田ブライアン。